日本で27日午後7時までに、78,931 人の新型コロナ新規感染者が発生したと NHK 放送が報じた。前日に、71,600 人余りで初の7万人台に突入した。東京だけでもこの日、1日16,500 人余りが感染した。累積感染者は2,438,861 人に達した。死亡者もこの日45人が追加され、累計18,662人になった。日本は27日から18の自治体が追加され、34の地域でまん延防止重点措置が施行されている。一方、日本でいわゆるステルスオミクロンと呼ばれる新型コロナウイルスオミクロン変異の海系統 BA.2 が発見された。この日、読売新聞などによると、日本国立感染症研究所は、前日開かれた厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策専門家会議に、27件の BA.2 感染事例が日本内で確認されたと報告した。BA.2 変異は、既存のオミクロン変異より感染力が、より強いと把握されており、PCR 検査ではオミクロン変異かどうか、判別がうまくいかない属性がありステルスオミクロンと呼ばれる。